皆さん、こんにちは。俳優梅沢富美男が5日放送のトキャムクス、バラ色ダンディに生出演し、お笑いコンビダウンタウンの松本人志の騒動について言及した。タレント山田邦子は松本の件を YouTube などで話すことで儲けてる人がいると便乗商法を指摘。これを聞いた梅沢は、週刊誌も松ちゃんのを出しててさ、何を今頃出してんだよって言いたくなるよな、恐ろしいよ本当に、と複雑な表情を見せていた。吉本興業は今年1月22日、松本が飲み会で女性に性的行為などを強要したとの疑惑を報じた週刊文春の発行元、株式会社文藝春秋などに対し、名誉毀損に基づく損害賠償請求及び訂正記事による名誉回復請求を求める訴訟を起こしたと発表した。松本個人による提訴となり、請求額は約5億5000万円。松本は報道を受け、同月8日に当面の間、様々な記事と対峙、裁判に注力するため、都事務所を通じ活動休止を発表した。タレントの梅沢富美男が29日、読売テレビ、ミヤネ屋に出演、ダウンタウン、浜田雅俊について言及した。松本人志が一連の週刊誌報道を受け、裁判に注力するため活動休止中、浜田はパーソナリティを揉める。26日深夜放送の MBS ラジオ、ゴブゴブラジオで、松本について、あの人の代わりはちょっといないので、戻ってくるまでまあ自分ができることを一生懸命やろうかな、と、初めて今回の騒動について発言していた。番組ではこの話題を取り上げ、MC の宮根誠司から、今のところ、どうやら松本さんも裁判をやるようだと、あくまでまだ疑惑の段階ですから、浜ちゃんも喋りにくいですよね、と聞かれ、梅沢は、そうだと思います。僕らだって浜田さんと何度も、お仕事させていただいていますけれど、その話題に絶対触れるのは、やめようと思ってるし、と配慮しているとした。梅沢は TBS 系、プレバト、などで浜田と共演している、浜田さん。見てるとどんどん痩せてるんでね、心配です。逆に、と浜田の胸中を気遣った。テレビ業界はこの話題一色だという、週刊文春の報道による性加害疑惑で、活動休止中のダウンタウンの松本人志の後釜をめぐって、各局で争奪戦が展開されている、生き馬の目を抜く芸能界です。いつまでも松本に構ってはいられない、我こそはと思う芸人らも退去して、売り込みを始めています。マネジャーを筆頭に日々、松本がレギュラー番組を抱えていた、テレビ局を営業暗挙しているのは、吉本興業を除く在京芸能プロダクション、3から5人のチームを組んで、編成や番組プロデューサーのもとに日産しているという、松本が抱えていたレギュラー番組は、人志松本の酒のつまみになる話、松本ゥ中井、共にフジテレビ系、クレイジージャーニー、水曜日のダウンタウン、共に TBS 系、ダウンタウンのガキの使いやあらへんで、日本テレビ系、探偵、ナイトスクープ、ABC、など計7本、松本はこれらの番組に出演し、合計1億円以上のギャラを手にしていたと見られています。松本ほどではなくても5割から7割のギャラが獲得できれば5の字、しかも、ポスト松本をめぐっては、肝心の吉本興業が沈黙しているんです。吉本以外のプロダクションにしたら、宝の山に見えるのかもしれません。制作関係者、確かに、本来ならば松本の後釜をめぐっては、吉本が既得権を主張しても、何ら不思議ではないのだが、吉本は松本の性加害問題の余波を恐れているんですよ、と、前室の放送作家はこう続ける。今後、裁判や第三者による聞き取り調査が進んだ場合、松本の機嫌を取るために多くの素人女性をアテンドした中堅芸人らの名前が取り沙汰され、アウトになる可能性があります。すでに一部の報道で名前が挙がっている田村健二やパンクブーブーの黒瀬淳は氷山の一角に過ぎないんです。民放編成関係者がこう復元する素人女性をアテンドすることで、松本が MC のレギュラー番組に呼んでもらえるシステムが暗黙のうちに、成り立っていたと言われても状況的には仕方がないでしょう。もしも今後の調査で中堅クラスの吉本芸人の名前が挙がった場合、とんでもないことになる。バラエティ番組のひな壇はこうした
吉本の中堅で占められているテレビ局は戦々恐々としています。混乱の最中にあるテレビ界において、バラエティ番組のプロデューサーらがポスト松本と見定める芸人は一体誰か。選考において重要視されているのは、笑いのセンス以上に身体検査だという、とにかく女性関係がクリーンであることです。吉本内では千鳥の大吾をしているが、女性問題に難があると見られている。女遊びは芸の肥やしという時代はとっくに終わっています。そこで今改めてバラエティ関係者が熱視線を送っているのは、好感度ナンバーワン芸人で人気と実力は十分な上、身辺が清廉潔白のサンドウィッチマンです。女性問題も金銭トラブルも皆無。そして日吉本、現に売れている芸人の中でダントツで NHK に出演している。これは身辺が綺麗な証拠です。すでにバラエティ番組で十分活躍中のサンドウィッチマン、この二人にさらなる追い風、松本人志の性加害疑惑に揺れる吉本興業だが、すでに周囲や吉本興業は松本を見放しているという見方が大勢だ。松本は5億5000万円の損害賠償を求めて週刊文春側を提訴したが、文春側も新たな告白記事を続けるなど、騒動は収まる気配がない。そんな中、2月1日配信の現代ビジネスでは、横山や寿司西川清の元マネジャーで大崎洋氏と共に同社の東京進出の立役者だった元常務の木村正夫氏がインタビューに応じている。その中で松本の遊び方について、こうバッサリ切った、まだそんなことをやっているんか、これが率直な思いです。松本くんも自分の社会的なステータス、影響力みたいなものを考えないといけなかったんじゃないですかね。昔の芸人さんもよく遊びましたが、もっと綺麗に遊んでいました。素人の子にどうのこうのなんてね、昔はあまりなかったと思います。ビートたけしも1月21日放送のビートたけしのテレビタックルで、松本についてせこいよ、3000円とか2000円とかふざけんなよなと切って捨て、記者会見をすぐやるべきだよ、そういうことしましたって言えばいいんだよ、お笑いなんだから、と記者会見を進言していた。ブレイクの後見人や大物芸能人からも呆れられている松本の行状。当の吉本興業も当初は事実無根を主張したが、1月24日発表のコメントでは、当社所属タレントらが関わったとされる会合に参加された複数の女性が精神的苦痛を被っていたとされる旨の記事に接し、当社としては真摯に対応すべき問題であると認識しております。コンプライアンスアドバイザーの助言などを受けながら、外部弁護士を交えて当事者を含む関係者に聞き取り調査を行い、事実確認を進めているところです、などとトーンダウン。キー局関係者はこう話す。吉本が今一番恐れているのは、アテンド芸人の存在も含め、所属芸人へのガバナンスの欠如を問われ、ジャニーズ化することです。今は性加害に対しては世間の目はこれ以上なく厳しい。スポンサーもそれを十分把握しています。松本に対しては、そんな事情も関係してか、民事で契約違反の損害賠償請求訴訟を起こすのではないかと言われています。まさにトカゲの尻尾切りです。まさに、かつて自らが演じたトカゲのおっさん、よろしく尻尾切りに遭うかもしれない松本。これ以上、醜聞が噴出する前に潔く引退を決断すべきだろう。1月22日。性的トラブルを報じた週刊文春発行元の文藝春秋に 5.5 億円の損害賠償請求訴訟をした。ダウンタウンの松本人志、ネットでは松本自身の過去の発言や先輩芸能人の発言に注目が集まっている。その一つが、2020年6月に六本木ヒルズの多目的トイレなどで複数の女性との不倫をしていたと報じられたアンジャッシュの渡部健に対する松本の発言だ。当時松本はフジテレビ系ワイドナショーで次のように語っている。奥さんもタレントさんですから、その人も傷つけるし、マネージャー事務所にも迷惑かかるし、また離婚したとしても子供がいたらその人が連れて街歩いてるだけでも、ああ、あの人の子供って言われてしまう。そこまで責任を負えないなら有名人と絶対結婚したらあかん。女好きは有名人の女性と結婚したらあかんは松本の持論で、
タレント小倉優子の元の美容師の不倫が報じられた際も、芸能人、有名人の女性と結婚する人は腹をくくらないといけない時代になった、とコメントしている。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。